それじゃあそれをまず聞くことにいたしましょう、はい、正式にはオーケストラのための3つのスペース天地人より山本直澄作曲の人ということですね。指揮が小澤征爾さんでボストン交響楽団の演奏です。これはね、大晦日の夜っていうなんかサブタイトルみたいな頭の方についてるわけ、うん、でもう少しするとね、除夜の鐘で108の鐘が鳴るんですね、うん、でこの108の鐘っていうのに全部音程があって108の音にしたかったんだけどね、それだけお寺の鐘外して持っとくわけにいかないもんだから、うん、それはあのチャイム、チューブベル、うん、それはつまんないね、うん、惜しかったな、うんうん、前ね、2600年記念の時、リハルト・シュトラスが日本に来た時にね、そうそう、金使ったって話を聞いて、あれはね、鐘楼のつもりだったらしいよね、シュトラスは、うんうん、実際は無理だったんで、お寺の、あの、ね、本堂にあるボーンっていう鐘を使って、僕はね、そういう風に、あ、今これやってるのはね、ここからあの俳句が出てくるんだけどね、さっきちょっとホラガイが聞こえたのが、うん、あれは山伏がね、山の上で吹いてるっていう想像があってね、この場合はオーケストラが吹いてるわけ、プレイヤーが、そう、あのホルン吹きが吹いてるな、ボストンシンフォニーもホルン吹きが吹いたらしい、わかる、今除夜の鐘が鳴るって言ってんだよ、黒くて除夜の鐘が鳴る、それで日本にはね、あの美濃国とかさ、あの、ね、牛虎ってのがあるでしょ、あれを前は丸いからね、会議場っていうのは、それをそういう風に見立ててね、それでそこにずっと12音があるでしょ、だから12の鐘をそこに配置して、それをぐるぐる回しながらね、やってこう時間が進むのを表そうと思っていうのがあるんですけどね、これは尺八です、横山さんって人がいたんですけど、これはね、12の音でセリーを作ってね、でそれをこの尺八の人が自由に弾いてると、うん、みんな羽織袴ですか？そうです、太鼓の人たちはね、和楽の人たちは羽織袴だけど、彼らのやっぱり清掃みたいなのがあって、それはねじり鉢巻きのハッピー姿で変なハンパンツみたいなのあるでしょあんなんじゃなかったかな、うん、あ、ハンパンツじゃなくてさ、桃引きみたいなのあるじゃない、ハッピーなんていうのあれ決まったっていうんですか、ね、そう、それだ、うん、それでね、まだここは太鼓の人は出てこない、うん、日本の太鼓はね、内輪太鼓とか締め太鼓とか桶胴とかね、祭り太鼓とかいろんなのがあるでしょ、櫓太鼓とか、そういうのを外国の人たちに見せたくて、そして僕はそういうので大きいドラムセットみたいなものを作ったわけ、でそこに5人の奏者が行って入り乱れて走ったりなんかして打つような、そういうふうに、
もう少しすると108つの鐘が鳴り終わって、うん、で今度は金河新年っていう部分で、そこで太鼓が出てくる。この辺の太鼓の人がずーっと今入場してきたところです。ここから太鼓です。作曲家どっかで逆立ちしてんじゃないですか。作曲家客席で居眠りしてるんだよ。
オーケストラのための3つのスペース、天地人より、山本直澄作曲の人、演奏が尺八横山勝也さん、太鼓と笛天野千と茜、歌いが関瀬秀夫さんでした。指揮が小澤誠二さんで、ボストン交響楽団の演奏です。